プライムライフテクノロジーズ株式会社は東京都港区に本社を置く日本の建設業者パナソニックとトヨタ自動車の合弁会社として2020年1月に設立された2019年5月9日パナソニックとトヨタ自動車は当社の設立を通してトヨタ自動車の進めるモビリティサービスへの取り組みとパナソニックの進める 暮らしのアップデートへの取り組みを融合させつつ、街全体での新たな価値の創出を目指すことに合意し、両社の一部市会社の株式を当社に移管することで合意した。また、家電や住宅設備などの急激な IoT 化や、モビリティにおけるケース、車、公共交通などの移動手段を IT でつなぎ、サービスとして提供するマースなどの進展により、 今後急速な変化が進むと考えられる、街づくり事業の成長、発展を模索しつつ、人々のより良い暮らしの実現を目指す。さらに、住宅事業については、両者住宅事業の統合による事業基盤の強化を進めていく。パナソニックとトヨタを暮らしでつなぎ、より良い暮らしをテクノロジーで叶えることが社名に込められている。 AB プライムライフテクノロジーズ株式会社第二期決算広告パナソニック株式会社とトヨタ自動車株式会社、ま、ちづくり事業に関する合弁会社の設立に合意パナソニック2019年5月11日閲覧パナソニック株式会社とトヨタ自動車株式会社、ま、ちづくり事業に関する合弁会社の設立に合意トヨタ自動車 2019年5月11日閲覧。グループの技術と力を結集した、当たり前を変えていく未来系ちづくり会社。ライフルホーム、エスプレス。未来志向のまちづくりを目指す新会社。プライムライフテクノロジーズ株式会社設立。プライムライフテクノロジーズ。2020年1月8日閲覧。飛島建設、住友林業、三沢ホームの3社で、 共同開発地盤と丸太による軟弱地盤対策工法 LP ソー区工法の表情を日本建築センターで取得。三沢ホーム。2020年3月1日閲覧。飛島建設、住友林業、三沢ホーム LP ソー区工法の表情を PCJ から取得。操縦者。 https://htonline.sohjusha.co.jp:/595-056-2020 年4月1日閲覧。総開発面積約4320平方メートルの完備に一体複合開発から、シビックコア重点整備地区内プロジェクトが着工開始。パナソニックホームズ北関東。 栃木グランドホテル AIS 総合設計2020年5月1日閲覧あずま市浦安プロジェクトによる医療介護連携が本格スタートあずま市浦安富岡ルミジア浦安舞浜が竣工三沢ホーム2020年3月5日閲覧トヨタホーム 富士株式会社4月1日設立山梨全県と静岡県東部を営業エリアとする新販売会社発足。トヨタホーム。2020年4月5日閲覧。天空の森園の三好未来とトヨタホームによるプライムライフテクノロジーズ設立後初の大型分譲事業。トヨタホーム。2020年6月15日閲覧。ストック事業のさらなる拡大を目指す。 首都圏、関西、中部のリフォーム会社を再編。三沢ホーム。2020年10月1日閲覧。全国最大級の国立大学国際学生量整備から、大阪大学グローバルビレッジ、筑く大の教養を開始国立大学法人のグローバル化と地域交流を実現。大阪大学パナソニックホームズ、個人社計画研究所、松村組。 2020年11月1日閲覧。コネクテッド、オートノマス、シェアード及びエレクトリックの頭文字を取った略称。モビリティアズ、A サービスの頭文字を取った略称。公共機関やレンタカー、タクシー、レンタサイクルなどを組み合わせて、人の移動をシームレスに行うサービスを意味する。パナソニックホームズの連結子会社。いずれも、トヨタホームの100%出資誌会社。 愛知大学級名古屋キャンパス三沢リフォーム関西中部より社名変更ありがとうございます